こんにちは、学習塾1945です。今回もやっていきます。まずはこちらの問題、一時停止をして解いてみてください。では、確認をしていきます。今回は1955年の会議の名前ですね。1945年1945の年に第二次世界大戦が終わりました。ですが、その後すぐにアメリカとソ連の冷戦が始まっちゃうんですよね。 アメリカは資本主義国の親分、ソ連は社会主義国の親分です。親分からしたら当然古文の国が欲しいわけですよ。だから古文の国争奪戦みたいなのも始まっちゃいました。1950年の朝鮮戦争がいい例ですね。でもこれ第二次世界大戦までの植民地争奪戦に似てませんかここにも書いてある通り多くの植民地が第二次世界大戦後に独立しました。 でも下手に冷戦に巻き込まれたらまたこれに戻るかもしれません。またまるで奴隷のように扱われるかもしれません。まあ、そこまでいかなくても単純に喧嘩に巻き込まれるのって嫌じゃないですか。例えばあなたの前で両親が喧嘩をしていたとしましょう。そんな時にどっちの味方なんだと言われたらどう思いますかぶっちゃけ関わりたくないですよね。ほっといてほしいって思いませんか こういった国々が集まってアジアアフリカ会議は開かれました。第二次世界大戦後に植民地支配から独立した国々はアジアとかアフリカの国々ですよ。インドネシアのバンドンで開かれたのでバンドン会議とも言います。また戦争でバンドンなんてやりたくないのにバンドン会議ですよ。ということでどちらか好きな方を覚えてください。てなわけで今回は以上です。最後まで聞いてくれてありがとうございました。